おはようございます。北海道の旅7日目の朝です。思いっきり寝坊しました。でも怪我の巧妙か、天気予報によると今日はどの方面へ動いても雨予報が出ているので、遠くへの移動はやめて、ライカ隊員もまだゆっくりと見て歩いたことのなかった札幌の街を回りたいと思います。それではぐるり気ままに北海道の旅7日目スタートです。DTV ゆきりんチャンネル。この動画はドリームボックスがお送りします。札幌といえばまずはここ札幌時計台ですよね。初めて訪れる人は北海道らしく開けた場所にポツンとあるようなイメージで来る方も多いと思いますけど、実際にはビル街の中にあって気をつけて見ていないとうっかり通り過ぎてしまうようなこじんまりとした建物です。入場料を払えば館内の見学もできます。札幌駅からは南口東側出口からまっすぐ歩いて12分ほどの場所にあります。時計台からワンブロック歩くと札幌市民の憩いの場、大通公園です。我々の地元名古屋は久屋大通公園とよく似た雰囲気のこの通り、シンボルはやはり名古屋と同じくテレビ塔です。市街地を一望できる展望台へは入場料1000円かかりますが、3階スカイラウンジまでは無料で登れます。また地下はグルメコートになっていて札幌の味を楽しめる空間になっていますよ。次に立ち寄ったのはここ旧北海道庁です。別名赤レンガ庁舎の愛称で親しまれているレンガ造りの建物は明治21年に建設されてから現在の新庁舎ができるまで約80年にわたって動静を担ってきた歴史ある建物だそうです。敷地内は春には桜やライラック、夏には豊かな緑や花ナス、秋には紅葉と季節ごとに異なる表情を見せてくれる素敵な庭園になっています。ほら見えるかな、あそこにね、ごぼう星がある。ごぼう星ではなく北海道開拓市のシンボル御陵星ですね。歴史的な建造物には決まって刻まれているそうです。今でも北海道を象徴するマークとして各地で使用されています。北海道庁前のイチョウ並木です。この並木の先に赤レンガ庁舎が見えている観光写真をよく見ますよね。そんなフォトスポットになっています。秋になると紅葉した並木がライトアップされ黄金色に輝く絶景のビューポイントになりますよ。それでは一旦札幌駅へ向かってバスで次の場所へ移動しましょう。バスは市街地を抜け、窓の外の風景はいかにも北海道らしいのどかで広大な大地を感じる景色へと変わってきました。札幌駅前からバスに揺られることおよそ50分。次にやってきたのは羊の丘展望台です。バスを降りた瞬間から新鮮な空気と広がる大自然が我々を迎えてくれます。はい、すみません。はい、ちょうどいただきます、はい、ありがとうございます。ここはね、有料でね、入場料が530円でした。ここはね、私も初めて来たな。ここ、羊の丘展望台からは広大な大地と遠くにそびえる山々の絶景を楽しむことができます。この展望台は札幌市中心部から車で約30分の場所に位置しており、観光客や地元の人々に愛されています。ここでは四季折々の美しい風景を楽しむことができます。春から夏にかけては
新緑が美しく花々が咲き誇ります。羊あるやん、羊。広大な牧草地には羊たちが放牧されており、そののんびりとした姿を見ることができます。特に5月から6月にかけては子羊の姿も見られるため、家族連れにも人気のスポットです。秋になると周囲の霧が紅葉し、赤や木の鮮やかな色彩が広がります。澄んだ青空とのコントラストが美しく、写真愛好家にはたまらない風景です。ここには有名なクラーク博士の銅像が立っています。クラーク博士はボーイズビーアンビシャスという言葉で知られ、北海道の開拓に大きな貢献をした人物です。彼の銅像は羊の丘展望台の象徴ともいえる存在で、多くの観光客がここで記念写真を撮っています。クラーク博士も言ったべさ、ドールズビーアンビシャス、ドールよ大志を抱け。羊の丘展望台には資料館も併設されています。まずはこちらの建物、クラーク博士の記念館です。クラーク博士は1876年に札幌農学校、現在の北海道大学の初代教頭として来日し、短い滞在期間にもかかわらず日本の農業教育と北海道の発展に大きな影響を与えました。彼の教え子たちは後に日本の農業や教育界で重要な役割を果たしました。ここにはそんなクラーク博士の生涯や親しみやすいエピソードなどをまとめたパネルが展示されていて、博士が北海道の発展に与えた影響や教育方針について知ることができます。クラーク博士って一度は耳にしたことがある名前ですけど、実際に何をした人なのかまではよく知らないという人も多いと思うので、この機会に学んでみるのもいいですね。次はこちら、お隣に立つ建物は毎年冬に開催される札幌雪まつりの魅力を伝える資料館です。早速入ってみましょう。この資料館では過去の雪まつりで展示された美しい雪像や氷像の写真や映像、さらにはその制作過程を垣間見ることができます。札幌雪まつりは当時雪捨て場として使われていた大通り7丁目広場で、わずか6基の雪像からスタートしたそうです。資料館の中には雪まつり半世紀の歴史をパネルや写真で詳しく紹介するコーナーや雪像模型などもあり、1950年に始まったこの祭典がどのようにして今日のような世界的なイベントへと成長していったのか、その歩みを時系列に沿って振り返ることができます。当初は小規模な地域イベントとしてスタートした雪まつりがどのようにして国際的な観光客を引きつける規模に発展したのか、その背後にあるエピソードや貴重な資料が展示されています。また実際に使われた工具や資材が展示されており、雪像制作の裏側に迫ることができるのも見逃せません。スターウォーズ、スターウォーズさっきもあったよね。この辺りからのキャラクターものも出てきた。ハヤブサ、北海道新幹線の開通の頃のやつか。これはなんだ、太郎と次郎。恐竜、ジュラシックパークとかのあたり。札幌雪まつりといえばやっぱりキャラクターの雪像ですよね。人気アニメやゲームのキャラクターたちが雪と氷で見事に再現され、訪れる人々を魅了します。そんな歴代の雪像を模型で一気に見られるのはお得ですよね。さらにインタラクティブな展示も充実しており、子供から大人まで楽しめるコンテンツが満載です。雪と氷のアートが生み出す感動と
その裏にある情熱を再確認できるとともに、訪れる人々に冬の魔法を感じさせてくれる、そんな資料館になっています。ここは売店かなんかかな。こっちにもなんかあるね。これはなんだろう、羊さんの家だって。現在羊は放牧中ですって。じゃあ向こう行ってもいないんだ。あ、さっき向こうに話しちゃったのがあそこ日本で降りってことだね。さあ、そしたらね、帰りのバスがどこだ。帰りのバスね、今がね11時48分だから12時。ああ、12時半までないんだね。ああ、まだ30分以上ある。オーストラリア館、ここはなんだ。あ、違う、なんかね、札幌羊焼き、なんだそれ。ちょっと見ていこう。ここオーストラリア館は1階がフードコート、2階がお土産ショップになっています。フードコートでは北海道の新鮮な食材を使った料理やスイーツ、定番のスナックフードを楽しむことができます。バス待ちの間にちょっとお腹を満たすのにちょうどいいですね。隣のレストランではお得なお値段でジンギスカンをいただくこともできるんですよ。ここだね、札幌羊焼き。3種類あるんだね。すいません、羊焼きの、はい、あんこ一つお願いします。200円になります。じゃあ、ございます。はい、あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。羊焼きのね、あんこ買いましたよ。なんかね、あのクリームとチーズとあんこがあって、ね、クリームを買っとけば白い羊だったね。あんこだもんね、この色って。ここの名物スイーツの一つ、羊焼きです。カスタード、トカチアン、北海道チーズの3種類ありました。一番人気はカスタードらしいです。北海道ならではの雄大な自然と歴史的な魅力が詰まった羊の丘展望台、ぜひ一度訪れてその美しさを体感してみてください。初めて立ち寄ってみた羊の丘展望台は、遠くに広がる札幌の街並みと手前に広がる緑豊かな牧草地とのコントラストが美しく、羊たちがのんびりと草をはむ姿がどこか牧歌的で、まるで絵画のような風景に心が和む場所でしたね。さて、次はライカ隊員がどうしても行っておきたいという場所があるようなので、そこへ向かうことにします。バスに揺られることおよそ12分。降りたのは平岸7条13丁目のバス停。ここに何があるんだと思われるようなごくごく普通の街中ですが、10分ほど歩いたところに目的の場所はあります。平岸と聞いてピンと来た方も多いのではないでしょうか。そう、ここです。水曜どうでしょうでおなじみ、平岸高台公園です。 HTV のソル裏にあることから、よく前枠後枠の撮影で使われていたあの場所です。ここは番組ファンにとっては一番の聖地ではないでしょうか。ここから見えていた HTB 社屋は移転に伴い残念ながら解体され、その姿を見ることはできませんが、あの坂が印象的なこの公園で数々の名シーンが生まれたことを思うと、なんとも感慨深いものがあります。阪神の皆さんなら一度は立ち寄りたい聖地ですよね。ずっと来てみたかった聖地も満喫できたので、次へ移動しましょう。実は
この近くにも高台公園があるので、来られる際にはお間違いなく。もう少し早くに来ていれば、まだあそこに HTB とオンちゃんが見えていたはずなのです。残念。次は、藻岩山へ登ろうと思っていたのですが、若干小雨がばらつき始めたので、一度札幌駅へ戻って行き先を考えたいと思います。次回は、札幌を離れ、小樽へ。小樽運河や、旧手宮線の廃線跡地を見て歩きます。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。チャンネル登録していただけると嬉しいです。この動画はドリームボックスがお送りしました。